皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、今回はですね、道端アンジェリカさんが一般男性と再婚ということで、まあ、笑顔の絶えない家庭を築いていくというコメントがあります。で、道端アンジェリカさんっていうとね、道端三姉妹みたいな。で、道端アンジェリカさんは三姉妹の中で三女に当たるんですかね。で、道端ジェシカさんとかね、お姉さんの道端ジェシカさんとかは、元夫がね、F1 ドライバーの、ジェンソン・バトンさんっていうね、まあ、有名な方と、まあ、交流があるんですが、まあ、一般男性と再婚というふうになってるように、で、2017年にですね、交際していた韓国国籍の一般男性と結婚発表して、まあ、ただですね、2019年には恐喝の疑いで書類送検、まあ、後に不起訴処分とはなっているんですが、まあ、その後ですね、芸能活動を休止、まあ、2020年にまあ芸能活動再開と、事務所を退社してまあ独立したということがあったんですが、この2019年にね、恐喝で不起訴となった際は、前の夫ですね、と共謀して知人男性から現金を、搾取したとする恐喝容疑だったということで、まあ、これでね、結構イメージは悪くなってしまったんじゃないかなと、まあ、自分は思います。で、まあ、今回は、まあ、一般の方、またね、今回の結婚相手の方は一般の方で、不動産関連の、まあ、経営者ということ以外は分かっていないんですが、まあ、このね、恐喝の事件というかね、ことがあって、まあ、いろいろ仕事もね、謹慎というか、止めていた時に、まあ、結構、なかなか想像できないぐらいの、ヌード写真を出してるんですよね。アンジェリカというね、写真集、ヌード写真集で、128ページあるということで、まあ、この、128ページで、まあ、ほとんど、ヌードの写真で埋め尽くされているということで、その下着姿とかじゃなくてね、もう普通に胸とか出てるヌードの写真なんですが、まあ、これがやはりね、この元夫の恐喝容疑で逮捕されたことを受けて、道端アンジェリカさんは出演する予定だった東京ガールズコレクション2019年の出演を取りやめたことが分かったということで、まあ、この後ですよね、こういったヌード写真に至ったと。で、またですね、まあ、時間は経って、今回再婚ということで、まあ、今回というかね、その前回ですね、前回恐喝の時はその元夫とまあ共謀してみたいな形になっているので、まあ、もしかしたらね、結構その周りの人の、まあ、影響というか受けやすいのかなと思うので、まあ、今回は、まあ、自分もしっかりしなきゃいけないんですけど、まあ、旦那さんがね、その不動産関係のね、仕事をしている旦那さんが、まあ、変な人じゃなくてね、まあ、しっかり、お子さんもいるということなので、まあ、幸せになっていただきたいと思います。で、今回はですね、まあ、道端アンジェリカさんが2月に一般男性と再婚ということで、まあ、こちらを紹介させていただきました。よかったらですね、下の概要欄に自分がやってるツイッターのリンクありますので、ツイッターフォローしていただいて、こちらのチャンネルですね、よかったらチャンネル登録して、別の動画もチェックしていってください。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。